ゆなです。ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、私のスクールバッグの中身紹介です。イエーイ。普段本当に学校に持ってってるでかいリュックです。今日は割と軽いんですよ。いつもは教科書バーって入ってるんで、本当にしょった時とかおいってなるんですか。いつもみんなこうやって歩いてるんですよ。おばあちゃんとかの人オールスターなんですよね、これ。じゃん。はい、3年間使ってます。はい、じゃあ物持ちがいいね。本当絶対私ボロボロ紹介していきます。サトポケットから紹介していきましょう。日焼け止め、日焼け止め、日焼け止め、日焼け止め。これは顔用の日焼け止めなんですけど、アネッサです。見えるかな。あっ、あとこれもアネッサの日焼け止めです。で、これはアリーという種類の日焼け止めです。日焼け止め紹介みたいになって。これ、あの、PT さんにお土産でもらったハンドクリーム入ってるんですよ。あっ、指紋がなくなったかも。すっごい香りするんですよ。マスカットのいい香りがします。ウェットティッシュ、UQ モバイル。学校にウェットティッシュ持ってくるのが視力高い。本当？これはあのビニール袋ですね。なんか何か使おうかなみたいな感じです。ソードポケットの紹介が終わりました。次、はい、折りたたみ傘。次、これ腕につけるアームカバーで、日焼け防止で、あの、半袖なんですよね、制服が夏だから。だからつけて日焼け防止をしています。あとこれ替えの靴下です。あの、雨降った時とかベタベタになった時にこう替えで履けるように持ってってます。で、あとこれ本です。あの、このブックカバー手作りなんですよ。え、器用。なんか普通の包装紙からお母さんが作ってくれました。こうしてあなたは美人と呼ばれる。これは給食袋です。あの、ナフキン忘れた時用に予備として持ってます。この巾着袋も手作りです。あの、お母さんのお姉ちゃんが作ってくれたの。次、横ポケット。じゃじゃん。ピンクラテ TV のコラボポーチです。ミッキー。なんか顔が驚いてる。異質なミッキー。めっちゃ可愛くないですか。あと、こちらポッキーにはいつもあの水筒を入れてます。中、この筆箱はあの紹介した筆箱ですね。よかったら見てください、 YouTube。あとはあのポーチ、普通にポーチです。あとは、はい、あの色鉛筆です。下敷きです。マット目です。ちょっとモザイクっぽくなる。これはあのノートを忘れた時用のノートです。あ、これ31のコラボなんですよ今。これスクールライフです。なんかこういうところに時間割り書いて、ここに1日の日記を書くみたいな。で、次の日の朝提出っていう感じなんですけど。金、はい、これはあのファイルです。なんか中には楽譜が入ってます。あとなんか裏に赤いシートいつも入れてます。あ、暗記シート。そう。あとこの色使い可愛くないですか。可愛いです。以上ですね。なんかゆらりちゃんのね、バッグの中身はね、絶対私入れないものが入ってる。日焼け止めとか、プールバッグ以外に入れないから。この色鉛筆を筆箱に入れるっていう、なんかおしゃれなものを持とうっていう意識がすごいと思います。ゆらりちゃんの女子力がブワーンと見えたリュックですよ。これ、いい匂いです。見て、これめっちゃいい匂い。今、鼻についてる。気分が上がります。とても匂いだけで食べてる感じ。じゃあ、以上になります。私のリュックの中身でした。タイミング。もし、この動画がいいと思ったら